令和3年12月1日付で受けまして支店長を拝命し過日着任いたしました矢作雄一です。浮間の印象です。緑が多く閑静な住宅地の印象と、近年高層マンションが増えて30代から50代の人口が増加傾向にあると聞いています。老若男女問わず訪れる浮間公園もあり、公園内では浮間桜草祭りが開催されるなど自然豊かな地域の印象があります。浮間市への紹介をさせていただきます。当支店は昨年の1月に40周年を迎えました。長きにわたり北区浮間で業務を行えるのは地元の皆様、企業の皆様のご協力があってのことです。誠にありがとうございます。令和1年7月、令和2年1月、令和3年9月と3年連続で特殊詐欺未然防止にて警視庁赤羽警察署より表彰を受けております。また赤羽警察署と協力して振込詐欺防止の動画撮影をさせていただきました。現在当支店は預金のお預かり、ご融資の相談、貸し出しの金融部門のほかに非金融部門の事業承継のご相談、不動産の有効活用、シニア向けサポート、ゆいを利用した相続についてのご相談など、本部の専門部署と連携してお客様の問題解決に取り組んでおります。ぜひ当支店へお気軽にご相談ください。お待ちしております。